はい、どうも皆さんこんにちは、みさです。本日はですね、6月9日に開催されるイベントのシンデレラファンタジーという、まああのクラブルのね、モバマスコラボの方なんですけれども、そちらの方でですね、まああの公開されてる、知ってる人は知ってると思うんですけれども、こちらのですね、城ヶ崎リカと城ヶ崎ミカと、双葉アンズ、この3キャラクターがですね、なんと、イベントで一気に最終上限解放されるということでですね、まあ、今回はこちらの3キャラクターのですね、性能っていうのをチェックして、まあ、最終上限解放に備えておこうみたいな感じの企画をやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあまず1キャラクター目、城ヶ崎リカ。まあ、こっちはですね、あの城ヶ崎城ヶ崎って言ったことからわかると思うんですけども、姉妹なんですよ、うん、これなんかこういかにもさも自分が知ってますよみたいな感じで語ろうかなと思ったんだけど、まあ、あんまり知らないから語れないね。まあ姉妹なんだけど、こっちは妹の方ね。うん。じゃあアビリティの方見ていきましょう。属性は非属性ですね。まあヒューマンなんだけど、うん。何タイプなんだろう。何タイプなのかはあんまり関係ないか。まあまず奥義の方が、暗闇状態の敵に闇属性の追加ダメージ。ほうほうほう。っていう感じですね。1アビが敵に火ダメ、灼熱効果。なるほど。で、2アビが私とお姉ちゃんの攻撃力アップ、自身の防御ダウン。そして3アビがオーバードライブ時の敵に3倍非属性ダメージ。城ヶ崎ミカかメインがサブにいる場合は4倍ダメージっていうことで、まあ、サポートアビリティはね、奥義ダメージ、奥義ゲージアップっていう感じなんですけれども、まあ、姉妹キャラクターということでね、姉の方がいるとパワーが高くなりますよっていうキャラクターなんですけど、いかんせんね、まあ僕ちょっと前回の動画でね、このキャラクターの強さはよくわかりませんって言って、まあ、ちょっとコメントの方でね、知らねえなら調べろ、みたいな。恣意的なね、ヘイトを向ける今の発言なんだけど、まあ、知らねえなら調べた方がいいですよみたいな感じのこと言われてたんだけど、知らないってことはね、あんまり強くないっていうことでも、僕が知らないっていうことは、まあ、割かしあんまり強くないっていうことと同義ではあると個人的には俺は思ってたんだけど、まあ、聞かないってことはまあそういうことなんだろうなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとアビリティ構成の方を見てみてもですね、まあ、OD 時に弾とかダメージっていうのが、まず現状ではね、あの反骨とかが存在する今ではその OD ゲージを削るっていうメリットがそこまでないから、うん、特に非属性だったらね、あのベアトリックスとかで反骨キャラクターは十分にいるわけですし、そう考えるとですね、まあ、ちょっとこの OD ゲージを削るっていうアビリティもあんまりうまみもないですし、攻撃アップ防御ダウンっていうのもそんなにあれですし、しかも個人だし、うん、で1アビも灼熱効果と、まあ、少々ね使いづらいキャラクター、まだですよ、まだ、うん、ここで最終上限解放されるっていうのは、ここから変わっていくっていう風になるんですけれども、やっぱり基本的にね、ちょっと使いづらいキャラクター、言っちゃ悪いけどね、ちょっと使いづらいキャラクターなのかなと思っております。まあ最終上限解放すると、まあ、どうなんでしょうね、結構これはテコ入れを入れられそうな感じがしますよね。まあ基本的にその姉ヶ崎とね、これ芋ヶ崎なんだけど、こっち芋ヶ崎なんだけど、その姉ヶ崎と組み合わせる、このミカとね組み合わせる方向でそのやってるから、で、あのビーラですよね、うん、ちょっと前に最終条件解放っていうか、ヴィーラっていう SSR のキャラクターがいるんですけれども、その時はですね、ちょっとこうカタリナがいた時にキャラ強くなりますよみたいな感じのこの効果とかもあったんだけど、結構使いやすくなりましたし、そう考えるとですね、最終条件解放とかを行うと、もしかしたらね、かなり使いやすいキャラクターに変身する可能性は十分にありますよね。まあ自身の攻撃力アップっていうのを全体化にする可能性だってありますし、そのダブルアタック確率アップとか連続攻撃確率アップとかも、もう最終上限解放すればつけれるわけですから、そういうとね、こういう風に見てみると割とですね、未来があるのかなっていう風に個人的には思ってます。うん、まあ現状は正直弱いと言わざるを得ないキャラクター、うん、弱いと言わざるを得ない、いけないキャラクター、弱いと言わざるを得ないキャラクターですよね。まあその暗闇状態じゃないと追加がないのに、自分で暗闇効果を与えられないっていう時点でちょっと使いづらいキャラクターなんだけど、まあ、ここはね最終上限解放で結構そのもともと強化的にね伸びしろはありそうなアビリティ構成はしてなくもないので、まあ、割と優秀なアビアタッカーに最終上限解放するとなるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、次、城ヶ崎ミカ、こちら姉ヶ崎の方ですね、うん、姉ヶ崎の方で、まあこちらはね闇属性のキャラクターなんですよ。
まあ、芋ヶ崎の評価が低い理由として、まあ、こっちが火属性でこっちが闇属性なんですよね。まあ、その属性が違うっていう時点でまずちょっと入れづらいのは、まあ、仕方ないことなんだけどちょっと入れづらいよね。そして、ミカの、アビリティの方をチェックしてみようと思います。闇属性ダメージ、灼熱状態の敵に火属性ダメージ、そして、1アビが闇ダメ暗闇、2アビがダブルアタック確率アップ、3アビが闇ダメ自分の HP 回復という、こちらはですね芋ヶ崎と比べるとかなり使いやすいような状況になってますね。まあ、両方配置することで、姉ヶ崎が暗闇を入れることでこの芋ヶ崎が追加ダメージを出る、芋ヶ崎が灼熱を入れることによって姉ヶ崎が火ダメの追加ダメを入れるっていう、まあその2人を配置してねみたいな感じなんですけど、まあ、残念ながらね火と闇はちょっと入れづらいよねっていうような感じの、ちょっとこう互いにシナジーがあるんだけど、ちょっとこうもうゲーム的にね、ゲーム的にもう合ってないみたいな、そんな感じのね、ちょっとこう相性が悪いキャラクターなんだけど、こちらはですね割と強いです。正直な話この時点でも割と強い。僕今今日初めて見たんだけど、これはね強いなって思った。でまあやっぱなんでかっていうと、闇っていうことはシュバリエマグナですよね。闇属性キャラクターということは見据えるのは、まあ、初心者が見据えるのはまずシュバリエマグナを見据えることになるんですけれども、1アビがね素晴らしい暗闇効果、まあ、シュバリエマグナっていうのは基本的にイーズマージを貼って貼られた後にその敵の痛い砂ぐりを耐えてもう一回イージスマージっていう、まあ、そのループをすることになるんですけれども、まあ、暗闇効果を持っているとですね、敵のその痛い通常攻撃を回避できる可能性があるんですよね。で、まあ、最初 の、 主人公が基本的におそらくセージで行くことになると思うんですよ。セージじゃねえわ、ビショップ、レベル3のクラス3ジョブのねビショップで行くことになると思うんですけれども、まあ、そちらの方を考えると、ビショップはねミゼラブルミスト、基本的に EX アビリティをミゼラブルミストを持つことになるので、ブラインドとかそういう暗闇とかを攻撃力アローレインとかそういうのを持つことができないんですよね。で、まあ、そういう状況においてですね、自分で暗闇を持てるこちらの姉ヶ崎はね割と強いかなと正直な話かなり使いやすいキャラクターになってるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、まあ、こちらの方が最終上限解放されるということで、もうなかなかこれは熱いんじゃないかなとシュバリエマグナ確定にこのキャラクターはねかなり使いやすくなると思いますよ。もうただでさえ使いやすいキャラクターなので、まあ、初心者にかなりありがたいキャラクターになるんじゃないかなと思いますね。そして3キャラクター目、最後のキャラクター双葉アンズですね。まあ、こちらは何でしたっけ、なんかデレマスを、初期のデレマスを支えたキャラクターとかなんか言われてるのちょっと見たことがある。なんかね、僕もデレマスはやったことなかったんだけど、このキャラは知ってるみたいな感じだったんですけれども、まあこちらの方がね最終上限解放されるということで、まあこちらはですねもともと強いって、まあちょっと前の動画でねデレマスのキャラクターが全部公開されますよみたいな話をしたんですけれども、こちらの方はですねこのキャラクターは土属性のキャラなんですけれども、まあニアビのアメクレがですね、アメクレが強力でディスペルを持ってるんですよ。でリヴァイアサンマグナはその水鏡っていう技を使ってきてカウンターをしてくるんですよね。でカウンターをしてくるからその強化効果を一つ無効化、つまりディスペルの技がどうしても何かしら欲しくなってくる。だから主人公がディスペルを持ちますよっていうことが多かったんですけれども、まあこちらのキャラクターはね、数少ないディスペル持ちのキャラクターということで、しかも土属性のね、土属性のディスペル持ちっていうのは、まあ、今だと3キャラかな、クリスマスクラリスも持ってるよね多分。クリスマスクラリスと、水着ヴィーラと、双葉アンズ、この3キャラクターしかいないんですよ。クリスマス限定と水着限定と、イベントキャラクター、まあ、そう考えるとね敷居の低さとして考えても、リヴァイアサンマグナの確定にですねとても役立つキャラクターだったんですよね。でまあもともと強力っていう風に言われてたんですけれども、こちらの方がですね最終上限解放されるっていうことで、まあ、なかなか熱いキャラクターになるんじゃないかな。まあまあちょっとアビリティの方をチェックさせてもらうと、まあ奥義がね、甘やかせ3アビを使用した直後に、この奥義を使うと次のターン必ずダブルアタックをするという。でまあ1アビがバリア効果、300のバリアでキラリをすぐに呼び出す。キラリってどうやって呼び出すのあ、召喚石か、召喚石にいたな、キラリ、諸星キラリ。自分もダメージ
受ける代わりに他人にもダメージを与えるみたいな、そんな感じのね、諸星キラリっていう石があるんだけど、もしかしたらそれが呼び出せるようになるのかな。で、敵の強化効果を一つ無効化する、うん。でまあ、こちらディスペルですね、神アビリティ。そして3アビが片面攻撃ダウンということでですね、まあ、なかなか素晴らしい感じのアビリティになってるんですよね。まあ、見たらわかると思うんですけど、あの1アビでバリア効果がついてさ、1アビでバリア効果がつきて、3アビで攻撃ダウンがついて、攻撃アップして、でディスペルがついてっていう風に考えるとね、なかなか綺麗にまとまったいいキャラクターなんじゃないかなと個人的には思っております。うん、なんでね、まあ、こちらがさらに最終上限解放されて強力になるということで、まあ、初心者に関してはね、まあ、シュバリエマグナ、あのまとめに入らせてもらいますけど、姉ヶ崎のシュバリエマグナ確定に有利な姉ヶ崎がさらに強化される。そして双葉アンズ、まあ、リバマグ確定に有利な、あれがさらに強化される。そして城ヶ崎、芋ヶ崎はねまあ、もちろんですけど DA 上昇とかが追加でつくって可能性もありますから、もちろんね、もちろんあるから強いんだけど、まあもともとちょっとこうパッとしないんですよね、正直な話ね。パッとしないキャラクターなので、ちょ最終的に可愛さは、まあ、この3人の中では1番か2番ぐらいな、俺的にはね、可愛さ的には1番か2番ぐらいな、どうしてもこう使いづらいよなーって気がしますよね、このキャラクターはね。生きる道があるんだろうかっていうような感じですけど、うん、まあ非属性は、まあでも非属性って割とね、 SR キャラクター、そのガチャキャラとかいうふうに考えるとあんまり優秀なキャラクターがね多くないんですよね。まあちょっと前にイベントでもらったノイシュとかはかなり優秀なんですけれども、ガチャキャラでもらえる SR キャラっていうのが割となんかこうめちゃくちゃ強いですみたいなのがいないので、もしかすると、まあ、あの無課金の方ですね、もう無課金の方に関してはこの非属性の SR キャラとして、まあ、使えるかもしれないし、まあ、ここから最終上限外まで強化される、大幅テコ入れされるかもしれないしっていうふうに考えるとね、まあ未来はなきにしもあらずっていうような印象ですかね、という感じです。まあ全キャラクターがね最終上限解放、3キャラクターが最終上限解放されるっていうことで、あのちょっと前にあのニュージェネレーションっていう、あのシブリンとね、シブリンとホンダとウズキ、この3キャラクターが最終上限解放された時もですね、かなり強力なキャラクターに仕上がったような記憶がありますので同じようにね、こちらの方もかなり魔改造されて、強化されるのかなと思うと楽しみでありますというお話でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。